ヒーリーズヒーリーズとはアメリカのヒーリングスポーツ社が2000年から発売しているローラーシューズの商品名。両足のつま先を浮かせるだけで手軽に滑走でき、ローラーシューズの中でも突出した人気を得た。ウィール外見は一般的なスニーカーと大差ないが、底面のかかと近くにウィールが一つずつ埋め込まれている。ウィールは手で付け外すことができ、 外した後の穴を塞いで通常の靴へ変える部品も用意されている。種類によっては土踏まずにグラインドプレートを装備してグラインドシューズの機能も加えられている。初期型のウィールから幅を広げたファットウィールが標準となっているほか、径を大きくしたメガウィールも一時期採用されていた。日本市場で 自動向けとして企画された、ウィールの手前にさらに小さめのウィールを一つずつ加えて、初心者でも滑りやすくしたヒーリーズ。前方のウィールを外せば、通常のヒーリーズと同様に扱える。登場時は、ヒーリーズではなく、クルーズのブランド名が与えられていたが、後に、ヒーリーズに統合され、北米市場でも発売された。日本では2000年代初期に、 小学生を中心に流行したことから、硬い床では転倒しやすいためショッピングセンターなどで、ローラーシューズ禁止と表示されるようになった。流行後は一時転倒から姿を消していたが、2000年代後期に復活し、主に女子児童の間で人気となった。輸入は株式会社エジーが行っていたが、2011年からヒーリングスポーツ社の日本法人、 ヒーリングスポーツジャパン株式会社が販売する様になった。2013年にはヒーリーズインクが買収されて、米 BBC インターナショナル LLC が権利を取得し、BBC と取引のあるトレンドジャパン株式会社が日本での新たな代理店となった。2000年代後期から店頭では日本仕様の自動向け二輪タイプしか販売されなくなっている。 通信販売では、北米仕様の大人向け製品も扱われており、種類自体は大人向けの方が多い。生産終了品名称は、日本向けのもの。前方に進みながら、左、または右に曲がる。前方に進みながら、前足と後ろ足を交互に入れ替える。後方に進む。片足を上げ、もう一方の足だけで滑る。 前方に進みながら180度回転して止まる。ターンブレーキをした後、そのままバックヒーリングをする。足を開脚した状態で滑る。オープンレッグやバックヒーリング、ヒーリングスイッチなどをしながらパイロンを交互に抜ける。その場で回転する。ありがとうございます。